しょ。さあやってきました、伊勢八田駅ってことでね、やってきました。ここは北西町ですね、いなべ市の北西町ということになりますね。入河駅から一つ横をね、先寄った、ところですけど、八田って何でもあるけど、八田でいいはずです。八田ですね、うん。で、今日この時間帯は行き違いなくそのまま行くみたいですけど、ね、一つユニークなところというと、あれですね、漢字がね、関西本線にある八田と違って、あれは、単数字の八にね、田で八田ですけど、こっちは、納めるの字でね、田で春田って書いて、これで八田って読むということですね。春田は春田で、春田駅ってどっかにありましたよね。そう思うと、なかなか、ややこしいとややこしいのかもしれません。まあ、かなりレトロな駅舎でございますけど。ここはね、もともと貨物の留置線とかなんかいろいろ兼ねてたのかなっていうことなんで、ね、結構あちこちにターミナルのやつありますよね。ほら、ターミナル、ターミナル、ターミナルですよ。ターミナル、ターミナル。すごいですね。もう、昔の北西町のマークになってますね、歓迎のやつが。これ昔の北西町のマークですよね。北西スーパーのマークはこれにね、なんか、法とか書いてあるやつでしたよね。そうそう、北西スーパーってありましたね。で、ここが、春田駅。四日市まで720円なんや。よいしょ。ここ友人駅ないな。はい、すいません。お願いします。さあ、こんな感じで駅員さん、ちゃんと駅員さんがいるんですね。珍しいですよね、この地方鉄道でね、これだけほぼ全駅に西野尻が全部いるっていうんですから、すごいですよね。通りでワンマン運転やってるけどね、よく見かける運賃箱とか、そういうね、ワンマン運転のところで上にね、運賃の表示があってとかっていうのが普通ありますけど、あれがないですもんね。さあということで、まあ、この駅はちょっとかなり古めかしくになってますけど、古七図だな。ね、伊勢春田駅があって、ここからね、スーッと行くとそのままね、揚げ駅の方に行けるますんで、これで行こうと思います。ちなみに三木田路線に、ね、ここは名前書いてありますけど、これ三木田路線っていうふうにね、変わってますけど、こっちは近鉄と北西線のまんまなんですね。そうです。ね、昔は近鉄だったんですよね。結構最近まで近鉄でしたからね。で、こっちの方が三義鉄道っていう風にして扱っておりますね。うん。立ちの花がアジサイだったんですね。北西町って。で、町の鳥が山鳥で、町の木が山桜だったんですね。旧北西町の時の観光協会で作ってるやつですね。今、いなべ市になってますんでね。あれですけど。飲み物はここで買っといた方がいいだろうな。いや、ほんと喉が渇く。ちなみに、いなべのコミュニティバスも走ってますけど、あんまり本数はないはずです。こんな感じでね、運賃は無料で乗れるんですけど、土日はそもそも走ってませんよ、ということなんで、あんまり意味がない。土日に来たらね、まあ、通勤とかでとかね、街の人用のやつですからね、こんな感じで、揚げ駅と春田駅、春田駅はどこや、ね、こんな感じで、揚げ駅の方面を積んどって、あれか、市役所に行くやつは別か。揚げ駅から市役所に行く方が出てるんですけどね。どっちにしろ、春田線が本来あれだと思いますけど、これが揚げ駅方面にも出てますけどね、ただ、本来やったらね、14時44分でこれでいい感じになるかもしれませんし、なんですけど、まあ、この時間は出てませんよということでございますと、いうことですね。あ、揚げ駅から春田駅まで来てるんだ。へえ、面白いですね。そういう風にして回ってたんだ。ここから、ここまでは来てるんですね、市内線が。へぇ。よし。まあ、需要があるってことなんですけど、あ、ちょっと反対側の電車かな。え？そんな早く来る？あれ、もう電車来るの？こんなところで、ね、捉えてるともいざ知らず。あ、本当だね、千藤原行きが来たわ。
番最初に乗った電車ですね。へえ、折り返してきたんですね。あ、飲み物買っとくって言っとったな。なんでどうしてもね、なかなか観光でこう移動するのにはちょっとね、不便がありますけど、まあ、ただ20分くらい行けるんでね、今日みたいにここまで暑くなければね、そこまで、わーわー言うこともないんでしょうけど、ちょっと今日はいかんせん暑い。ちょっと飲み物がどんどんなくなっていく。汗かいた時はね、あんまこうだとか、正直ね、汗かいた時にベトベトしてくるんでね。あ、レモンスパークリングありますね。ね、言うときながら、グリーンだから分かりました。いや、ちょっとミネラル補給しないと、ちょっと熱中症対策にいるかなと思いましてね。さあ、堂々と老体のど真ん中歩いちゃいましたけど、まあまあ、今日は来ることもないんでいいかな。うん、ね、このちっちゃいロータリーを越えましたら、まあさすがにね、私も三重県民、ね、四日市市民でございますから、どっちの方に行ったら逆に行けるかはね、分かりますよと。まあ言うてね、高柳で仕事やってましたからね。あ、三種の宅配サービスこっちにも来てるんだ。これ、この辺りだったら便利でしょうね。スーパー三種さんって言うと、桑名のね、カインズとかがあるところから多分来てるんだと思いますけど、距離がね、車で買い出しに行こうと思うと大変で、まあこの辺りだと、そうすると、マックスバリューになると思うんですよね。昔は北西スーパーっていうね、地元の味方のスーパーあったんですよ。お弁当が250円で売っとってよくやったんですけどね。谷口商店さん。この辺りも今日は、あ、なんかお子さんがよくいるなと思ったら、多分、やっぱ帰ってきてるんでしょうね。お盆でね。まあコロナのあれがあるんでさ、今年はなかなか戻ってきにくいとかいう話もありますけどね。よいしょ。あ、そう。ってことで、駅間散歩をスタートですね。この道をずっとまっすぐ行ったら行けるんですよ、確か。旅館ウォチューさん。あ、今もやってるんですね、この感じだと。へぇ、旅館があるんですね。ハルタには。飲み物も飲んで復活しましたよ、と。いうことで、ぼちぼち撮っていこうと思います。まあ、ちょっと角度だけ気をつけながら、これくらいの角度だったらいいかな。この前、ね、これで撮ってみとったら、このね、角度で撮っとったら、意外と途中から手がだれてきとって、地面ばっかりこんな感じで見えとって、上だけバーッと見えとったんでね、ちょっとね、気をつけながらやろうと思います。風が出てきましたね。これ今日すごい風が強いけど、これでどれぐらい音がね、じゃあ見ていくとか、ちょっとね、またいろいろとね、貼り方を変えたりしてね、なるべく音がね、ガサガサっととか入らないように今ね、いろいろとまだやってるんですけどね、山あいってことまですごく風があるんですよね、今日。あ、でもこれ風があるのは助かるな。いや、本当にね、風あるなしで、これ多分無風だったら相当きついですよ。今これ結構山の上だからちょっと涼しいけど、30、でも30度は超えてますよね、確実に。これ32度か33度ぐらいあるんじゃないかな。平野部の方は今日38度まで行くってなってましたからね。多分直射日光が当たったら40度近くの体感温度ぐらいになってくるんじゃないですかね。はあ、そう考えるとまだちょっとマシかな、こっちの方のが。あとね、まあこれだけね、ガランとしてますんで、ちょっともうマスクをね、ちょっとずらしてね、撮らせてもらってますけど、もちろん人とかがわーっと来たらね、マスクつけれるようにはしてますからね。一応全般的に細めですよね。ここら辺が東村か。何なんでしょうね。お寺の鐘が、上にちゃんとかかってるんですけど、下になぜか。予備が置いてありますね。予備なのかな、何なんだろう。あ、ちょうど交差点に。このタイミングでうまいこと来るもんですね。なんで、金が、あ、でも大きさが違うな、だいぶ。立派なお寺ですね。ね、立派なお寺ですよね。すごいな。立派な金付き。除夜の鐘とかついたらね、いい音ないそうですね。昔はいろんな商店あったんですよね。ここなんかも酒屋さん、あ、商店かな、ね、だったのかなっていうところもありますし。あ、お酒屋さんですね。かな、じゃあ、
奥がお酒屋さんか、手前は丸商店ってなってますね。中村商店さんってなってますね。お酒屋さんに入って、あ、まあそっか、親戚集まってますしね。まあ、あの飲めるね、最後の夜ですからね。まあね、無礼講でね、飲もうよってなって、まあ、酒屋さんにやってくるけど、おお、まあセミもいっぱいいますね。これが北西町の別名、あ、じゃない、北西町は別名って言うんですよね、確か。そう、四日市市にあるね、この同じ別の名って書くやつは別名って呼ぶんですけどね。あのバローとかがあるあたりじゃ、バローじゃわからねえか、ピーナッツ屋があるあたりって言ったらね、私の小学校の同級生なんかは皆さんピンとくると思うんですけど、どうかな、小学校でも時盤の方じゃなくてね、昔住んどった方ですからね。ピーナッツ屋っていう駄菓子屋さんなんですけどね。へえ、酒屋、あ、ここも駄菓子屋さん兼ねてる感じか、商店兼ねてる感じか。へえ、結構地元の人バーッと入ってましたね。まあ多分お酒をね買ってるんでしょう。この辺りはやっぱしあのね、あの息子さんとかがね、お孫さんを連れてこう帰ってくるようなね、地域に多分なってくると思いますんでね。地域的には全然マンションないですよね、本当は一軒家ばっかしで。綺麗な一軒家も建てますけどね。お、でもでかいですね。いや別にセミのでかさは変わらんはずだけど、虫も鳥もよく飛んでおります。まあそしてどこも庭が広いな、すごいな、いやもう帽子汗だくですね。この辺りも結構もう窓開けで対応するところが多いな。まあこの気温体感温度だったらそっか、まあ窓開けて風が入ってくれば扇風機でもワンチャンなんとかなってなるかな。やっぱりちょっと上に上がるだけで違うもんですね。これ降りたらどの辺りにあるんやったっけな。このままずっとまっすぐ行ったらいいはずなんですけどね。あ、激まっすぐって書いてありますね。多分こっち側こうやって歩いてくるとどこなのかピンと来にくいですけど、こいつでわかるんじゃないですか、三重県民ですが。このね、奥に稲部総合病院とか見えますよね。あっちの、あの手前側ぐらいに阿木駅があると。まあ、ほら、まだちょっとあるんですよ、距離はね。ですけど、まあ、ここのね、ミニストップが一つ目印ですよね。これが、あの、関ヶ原の方に抜けていく国道365号線の。こっちが国道306号線か。国道306号線と365号線が、混じるところって言ったらいいのかな。こっからしばらく306号線と365号線の重複区間になるっていう風になってるんじゃなかったかな。365号線がこっちの方からずっとずっと来て、そのまま関ヶ原の方にずっと抜けていくと。で、一応表記上306号線になりますよってなってますけど、306号線がこのね、小室の方から、亀山の方からずっと降りてきてね、山の裾野をずっと走ってきて、で、こっから折れて、そのまま306号線になって、で、書いてありますけどね、高山とかあっちの方から入ってって、彦根の方に入っていくっていうね、よく普通区間になっておって通れないところではありますけど、さあ、信号が変わったんで渡っちゃいましょう。で、この道まっすぐずーっと行くと、一応道なりで、阿木駅まで行けますからね。よいしょ、そっちまで行っちゃいましょうか。キャタピラー、すごい、めちゃくちゃいっぱいキャタピラーが置いてありますよ。すごいな、でっかいな、あのキャタピラーね。こっちの方にあるのはね、比較的見かけるっちゃ見かけるやつですけど、レンタルなんだ、レンタルストアだからいつでもレンタルで出せるように置いてあるんですよ。すごいな、なんかね、横に置いてあるトラックがすげえちっちゃく感じますもんね。なんか軽自動車かのようにトラックが見えますけど、トラックはあくまでもトラックの大きさですからね。あくまでもこの横に置いてあるやつがでかすぎるんです。まあでも歩道もちゃんと確保してくれてあるんでね、全然歩きやすいですよ。何より風が出てきたのはありがたい。
結構ね、おかげで楽ですね。さあ、稲部川散歩道となってますね。これね、この散歩道って地味にすごい距離あるんですよね。お散歩っていうからね、ちょっとこの辺りをくるって回るだけかなと思ったら、結構さっきのね、撮った乳川のなんか手前というか先のところへん、なんかあの辺りまでなんか散歩道ってなってますよね、うん、あれが繋がったのか、でも多分繋がってるはずですし、長尾川沿いにはあるんですよ、ここからずっと先まで。散歩というよりなかなかハードな距離で、どっちかというとサイクリングでも結構へばる距離じゃないかなと思うぐらいなんですけどね。で、稲部川ということでね、ちなみにそっか、稲部市がね、もう今ひらがなになったんでね、なかなか漢字で見ることが減りましたけど、地元の人ならさすがにこれはね、これで、いや稲部ってわかるんですけど、知らない人からしたら見たら、なんじゃこの地ってなりますよね。この因縁って書いて、これで稲部って読むんですね。これね、これで稲部って読むんです。考えてみたらめちゃくちゃ変わった呼び方ですよね。で、稲部川ね、立派な川ですよ。で、この辺りもね、桜がね、この辺り桜の木なんで、桜が結構綺麗ですよね、春に来ると。今はもう緑緑してますけど。と歩いてきたら、もうアザメンもね、北西町をあげきと変わりましたということで、もうね、これでね、あげきの駅前のすぐ近くなんですよね。まあ、草加病院が向いてますね。うわ、自動車屋さんなんだ、綺麗になってますね。おっと段差がありますね。老人保健施設なんかもありますし、でここで保存はなくなっちゃうんだな。で、草加病院ってなってます。ここがね、あ、この施設がそのままあれなんですね。ね。ってことで草加病院ね。この奥には奥であの大きいね、JA さんの農協の病院もありますしね。それここだけ細いんで、怖いけどね。そうするとここにサラティカズラーンゾーンとありますけど、ここが昔は北西スーパーっていうスーパーがね、あ、もう今住宅はって建ってるとこですけどね、らへんに昔は北西スーパーってスーパーとボーリング場があったんですよね、うん、あのボーリング場結局ついぞ私使うことなかったですけど、うん、まあボーリングねする人間でもないんであれですけど。で、あ、セブンイレブンできたんだ。これで十分便利じゃ便利か。あ、でもそうすると隣にある山崎ストアが大変かな。どうでしょう。ということで中京銀行、銀行なんかも出てきまして、ここにね出てきたのが、これが三岐鉄道の阿劇駅ってことで、まあまあちょっと距離ありますけどね。よし、でも綺麗になりましたよね、阿劇駅も、うん、こっち側はねバス乗り場、三高のバスなんかが来るんかな。だからもう全然今は無人のねところになってますけど、うん、自販機は生きてますね、うん。